エミール・フォン・ザ・ウアーは、ドイツの作曲家、ピアニスト、楽譜肯定者、音楽教育者。フランツリスト裁判年の皇帝の一人として著名。母親から、ピアノの手ほどきを受ける。サンクト・ペテルブルクで、アントン・ルビンシテインを訪ねて、演奏を聴いてもらう。その推薦状を得て1879年に、モスクワ音楽院にて、ニコライ・ルビンシテインに指示する。 1884年から1885年までバイマルでフランツリストの訓当を受ける。1901年よりウィーン音楽院に勤めピアノ科でマスタークラスを主催。何度か中断はあったものの没するまで教育活動に携わった。その上1880年代から1930年代まで演奏旅行を実行し、 ヨーロッパ全土からアメリカ合衆国に至るまで国際的な活動を繰り広げた。数多くのピアノ曲の工程を行い、ショッパンやリストだけでなく、シューマンやブラームスの作品も工程した。作品はピアノ競争曲やピアノソナタ、演奏会用練習曲、ピアノ曲集、声楽曲がある。ピアノの教則本も出版しており、1900年には自助伝も執筆した。 数々の功績により1917年にオーストリア・ハンガリー帝国から貴族に列せられる。また、ロンドンフィルハーモニック協会より金メダルを獲得した。ハンブルク放送協会では、マサヨシと文化のつながりを称たたえて、エミール・フォン・ザウアー賞が創設されており、ハンブルク・ベーレンフェルトには、ザウアーの名にちなんで、フォン・ザウアー通りと名付けられた街路がある。著名な門弟に、 ウェブスターエイトケン、ステファン・アスケナーゼ、リュプカ・コレッサ、エディ・ナイラ。二度結婚しており、再婚相手で、音楽教育者のアンヘリカ・モラレスも弟子である。二人の息子を設けた。エミール・ホンザワー、1905年11月25日、ライプツヒのスタジオにて、ウェルテ・ミニョン社のピアノロールへの録音風景。左手に、カール・ボッキッシュ、右手に立つのが、フーゴー・ポッパー。 ありがとうございます。